というわけで、まあ、流行語大賞は決まったんですけども、うんうんうん、そのもう今年も終わるじゃないですか。そうですね。アップバンクの中で流行語大賞、そう、社内流行語大賞、そうそうそう、今からでも遅くない、今から流行らせてやればいいっていう。まあピコ太郎が来てますからだからまあいや違うよ。何？アップバンク内の流行語大賞あるだろう。何？安定してくださいでしょ。いやいやいや、やめろよもうそういうの。安定してくださいはダメだよ。あとみんな使ってねえし、うん、あと今年で言うとリオナリ最低だなと思って。ああ、悪魔とか、悪魔、ね、悪魔リオナリ、はいはいはい、おっとっと、あ、まあ確かにニコニコ、ね、その辺は絶対ノミネートされるでしょ。確かに悪魔は、あ、それ面白い。ニコ生だとな、あの後も相当、てかもう今でも言われるからな、悪魔リオナリ最低だなはもう毎回何かをやらかした時には確実に出てくるコメント出てくる。今年ずっとやったジャパンツアーとかね、ああ、うん、流行語ですね。流行語だわ、まあ社内的なね、はい、リンギーとかね。あ、それ社内の用語ですね。何ですか？それ流行語なんですか？リンギーは一番頻度高く言ってるんじゃないかなみたいな。まあまあまあ、村井さんはね、役職がリンギー、はい、リンギー、いやリンギーより村井さんが一番言ってる言葉あれですよ。何？ハードディスクくださいとか。ああ、それはもう完璧。あとリオナリーだ。リオナリー。リオナリー。リオナリー。ハードディスクください。ハードディスクください。あ、ハードディスクくださいはノミネートされるね。されねえ。ハードディスクくださいは。されねえだろ別に。絶対されねえ。流行語じゃねえんだから。動画の受け渡しのシーンに使われる言葉です。はい。ハードディスクください。意外と難しいもんな。結構難しいよ。社内流行語大賞って。うん。確かにな。糖質制限じゃない。ああ。でもそれは去年かもしれない。社内のピークは。でも糖質制限は結構来てる気がする、社内で。猫、後半ノミネートだね。あー、猫、ポケモン、猫もノミネートしてる。ポケモンいるらしいよ。ポケモン、それも結構あった、うん、ここにポケモンいるらしいよ。撮影してても関係なしにみんな大騒ぎだったもんね、うん、社内でポケモン。あー、ポケモンあったあった。リザードが出たらしいですね。出たらしいですね。あったあった。ちなみにポケモン GO はあの流行語大賞のトップ10に入ってますね。はい、入ってますね、今年のね。はい、選ばれましたね。めっちゃむずいな。ライターのリーダー格の風格を持つあのブリダイコンさんにやっぱり言葉の魔術師でございますから。言葉の魔術師がいるんですか。ああ、聞いてみます。言ったよやっぱ、やば、召喚された。何の動き、小麦、小麦です。小麦、マイクだね。最近流行ってるから小麦が。今ね、何ですか。2016年、はい、アップバンク社内流行語大賞を決めよう。あ、今ここで、もうここで、ここでもう言葉の言葉のマジシャンであるブリダイコンさん、はい、私そうでしたっけ、はい、もうライターとして風格をもう頭角も風格も両方表されてる。いいし、笑うんじゃないよ。さすがっすね。もう気絶さすが言葉のマジシャン。今ノミネート中のやつは何なの。糖質制限とか、ああ、あとこのスタジオ村井のグループだけですけれども、はい、あのハードディスクくださいそれ流行語なんだ。あとリンギーもノミネート。リンギコンプライアンスも入れといてコンプライアンスも流行語じゃねえだろそれは。流行です。業務でただ頻繁に使ってるだけじゃん。それが流行語ですよ、それは。それ流行語なんです。何ですかね、なんかあったっけ。このソフト動くのみたいなのもいいかもしれないですね。あ、あと、何何何何あれある、何だっけ、また落ちた。また落ちた。あこれあの、社内でなんかいろんなセキュリティのなんかソフトとかを導入した時にめっちゃパソコン落ちる現象が社内であったあった言っていいのか知らないけど、前あったセキュリティ強化の一環でございますから、これはもう胸を張ることですよ。前一瞬あったね、また落ちたはあったな、みんな言ってた、また落ちたって。確かにめっちゃ言ってた、みんな言ってた。確かにポジティブなやつください、ポジティブなやつ。何だろう、ポジティブなやつなんかあったっけ。あのポケモン GO 関連のキーワードもノミネートされてます。あ、なるほど。あと猫。猫。猫。最近猫買い出してる人多いから。猫。流行語に猫。それぐらい対してこう全員の流行語に猫なんだ、うん。それぐらい全員の気持ちが一つになるキーワードが対してないっていう。なるほど、ね、うん。意外とない。意外とない、難しい。なんだろう。そこでも言葉の魔術師である。そうそうそう。聞いたこと言われたことない一回も。魔術師でもないですしね。魔術師でもないですしね。
回かませよ。何が？かませ。なんだろう、なんだろう、なんかあったっけ？お願いします。なんかあるかな？ここは一発。なんかあったっけな？ライターチームの中でも。あ、でも、うん、アイドルオタみたいな。あ、結構アイドル好きでライブに行ってる人いっぱいいるんで。確かにな。スケさん、ね、スケさん。オタ活か、オタ活？オタ活の方が流行語っぽいね。オタ活？オタ活。ああ。全くもって無縁ですそれを流行にしてはいけないと思う。え、な、それは。そうでしょ、それはしていけない。猫は許されてる。いや、猫の方が全然交渉の生物だから。何言ってんの。交渉の生物のランキングじゃねえだろ。生物でしょ。流行ったかどうかだろうがよ。おかしいだろ、それは。交渉の生物。うるさい、この人。何うるさいな。この人うるさい。うるさい。はぁ、いつまで笑ってんの、こいつ。めっちゃ年上だけど。教え子と同い年。そうそう、教え子の友達だから。俺の教え子の友達だから。元のね。高校一緒だから。高校一緒。で、ばったり会った時に、あの動画見てる人って、あの、ハラミっていう人、塾の先生だったんだけど、すごい神妙な感じの人に言われて、マジでっつって、めっちゃでかいことした。友達めっちゃ友達だった。あいつかそうそう、あいつかっつって。それすげえ。そうや、びっくりしましたよ。まあ、決まんねえな。決まんねえな。そんな簡単に飽きない。来年に期待しよう。いや、もうハードディスクしてくださいじゃないですか。はい、うん、この人うるさいが結構上位に来ましたね。今言っただけで。今年2017年まあそれくらい薄い安いランキングだな。お金で左右されないランキング。やめなさい。全然大丈夫。なるほどね、ランキングだから。一発逆転のチャンスもある。あるあるある、これから出るまである。